湯沢城は、出羽国小月郡の南部、現在の秋田県湯沢市の古立山にあった城である。湯沢市指定史跡。小野寺市の系譜や地石については、資料的裏付けが取れず、不詳な点が多いが、鎌倉時代に小月郡へ入部した小野寺共同が、稲庭城を本拠とし、南部の抑えとして三男の小野寺道貞が1227年に、湯沢城を築いたとされている。 欧州市沖による一騎地熱後、最上義光が大官となり、領有権を主張して、小野寺氏と退治した。1595年に、湯沢城が落城し、最上氏の家臣立岡光重の居城となる。その後、慶長では合戦などで戦略拠点となった。1602年に、出羽国へ転覆された佐竹氏が、最上氏と領土を交換したことで、 佐竹南家領となり、初代領主の佐竹義種が、湯沢城の城郭や、城下町の整備を行ったが、1620年の一国一条令により、廃城となった。以後の佐竹南家は城下に館を建てて住んだ。力水城跡の山麓からはき出ている湯水で、佐竹南家の御用水として使用されていた。体に力がつく水だと、城主や藩主が愛用したことから、いつしか、 力水と名付けられ、石碑が建てられている。1985年名水百選に選定され、また1990年には国土交通省の手作り郷土省に選ばれた。ありがとうございます。